この前の TikTok 撮影してた時の、ああ事件がありましたね。しなさいよ。TikTok の撮影をしてたんですよ、うん、いつものとかね、2人でやってて、うん、テーブルがあるのね、でっかいテーブルが、うん、その部屋に、うん、で、ケビンが例えばこっち側に、向こう側に座ってて、うん、俺ここにいるとするじゃん、こういう感じで喋ってたの、うん、こっち側、俺から見て左手側に、うん、こうブラインドで窓がね、でっかい窓がこう横な側にあるんだけど、うん、それがブラインドが開いてたんだよね。俺はもうこうケビンの方を見てて、俺の視界には入んないよね、窓は。ケビンの位置からこう窓が見えるのよ。ケビンが急に、おい、やばい、見てって俺がちょっと意味が分かんなくて、うん、え、何ってなって、早く早く窓見てって大慌てて、うん、早くって言って、で、何何何って窓見たら、うん、どんど焼きって知ってる、正月飾りをさ、1月15日にさ燃やすやつをその神社でやってたんですよ、うん、で、それ火がすごい燃えてたの、うん、あ、燃え上がったわけ、はいはいはい、それを見てその山火事だと思ってでもそう、本当に焦った、あの見た瞬間ものすごいこの、あ、来たみたいな動かなきゃいけない時が来たって思って、動かなきゃいけない時がついに動かなきゃいけない時が来たって思った、俺が救急車やら消防車を呼んで、はいはいはい、アクションを起こさなきゃいけない瞬間が来た、ついに遭遇したって、そうそうそう、窓、森、うん、神社なのよ、構図的に。そうそう、林っていうか、ね、そうね、森じゃないね、でも、木たちがいたの、うんうん、うじゃうじゃじゃないんだけ ど、ね、間がちょっと空いてる感じで、いい感じで生えてる林なのよ、そうじゃあもう完全に森が燃えてると、木々が燃えてると、めちゃめちゃそういう風に、でも確かに、見えた、林で木がバーってあって、見えてる感じで見えてないみたいな、奥が、なるほどね、で、火だけがこう、バーってなって見えてる感じになってて、もう本当にガチ焦りで、うんうんうん、え、ちょ、ちょ見て見て、ちょ窓見て、え、ちょ先、え、ちょ見て、こんなんす、最初さ、意味わかんないからさ、こうあんま動かなかったらもう早く早くみたいな感じ、あー、そうなんだ、焦るねけどね、そうね、焦った、そうそう、焦ったね、よく見たらさ、火をさ、消防士の人がめっちゃ囲んでる、そうそうそう、いるんだよ ね、消防士の人がもう専門家がいるんだよ、そう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 俺の出るわけじゃなかったもうプロフェッショナルたちがちゃんと、もうね、動いてた、マジか、びっくりしたな、たけちゃん見てすぐ分かったの、すぐ分かったね、あ、すぐ分かったんだその日が15日だったの、ちょうど、うん、だから知ってて、まあ、15か16ぐらいに焼くよねみたいな知ってて、うんうん、すぐ気づいたんだけど、うん、まあでも確かに一瞬燃えてるっぽくは見えたのよ、うん、ああなるほどとはすぐ思った、映像見る、うん、見せて、この映像をケビンがね、ツイートとかあのインスタに載せたりしてたんだけど、うん、それでこうケビンめっちゃ焦ってるねみたいな言ってたんだけど、うん、この動画はもうめちゃめちゃ落ち着いた状態で撮ってるんだよ、ああなるほどね、ほら、ああでもちょっとね、このね、映像だと迫力がわかんないの、そうそう、もっと燃えてる感じなんじゃない、もっとファイヤーだったんだよこれそうそうそう、マジでこの目で見ると、あ、まあ確かにでも、うん、燃えてるのはわかるし、濃く見えるよね、森の中で燃えてる感じするわ、神社とか見えないしね、それだとね、そうそうそう、これもその燃えてるように見えるのを撮ろうとして、うん、これの時結構、あ、今見えるかもみたいな感じで撮ってるぐらいだからそんなにもう焦ってない状態なんだけど、でもやっぱりまだこうやばいっていう感じが多分出てて、うんうんうん、焦ってるねみたいになったんだけど、うん、あの瞬間もっとすごかったよね、最初に気づいた時はさ、うん、ふざけてんのかって思うぐらいドッキリを仕掛けてんのかみたいなそう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 、緊張が走る感じくったらない話ずっとしてる時に急にそれやりだしたらなんかふざけてんのかなって仕掛け始めたなこいつそうそうそう、何かやり始めたとかガチだったっていう、でもいざそういう場面に遭遇するとね、焦るんだろうな、なんか、いやそうだね、やっぱ、いやそうだよ、うん、そうだよ、そのぐらいになっちゃうってことだもんね、実際はさ、そうだよ、